あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。講師もいるんだ。手を貸してか。ここで食い止めないと陣形を崩される。狙い通り。もう来てこない。気候師だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが仕留めてる間に仕留めないと。渡せたぞ。負けるもんか。できた。負けるもんか。無事だな、アルレルト。隊列に戻るぞ。了解です。なんだあれ、早すぎる。
とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。時間稼ぎは十分だ。急いでこいつから離れるぞ。
人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。